海と日本プロジェクト in 徳島、徳島市の平成調理師専門学校にやってきました。海と日本プロジェクトリポーターの浜田きららです。こちらでさばける塾 in 徳島が行われます。さばける塾は親子で魚をさばけるようになり、もっと魚料理に親しんでもらおうと開催されました。参加者は講師の指導のもとアジをさばいていきました。いきません。あ、いけた。やった。さばいたアジはハンバーガーに調理し、美味しくいただきました。魚さばくどうだった？初めてやけん難しかった。ちょっと難しかったけど楽しかったです。魚をさばくというのはとても難しいと思いがちです。これを機に魚料理にチャレンジしていただいて、美味しい魚料理を召し上がっていただけたらと思っております。私も初めて魚をさばいて少し難しかったですが、自分でさばいたお魚の味は絶品でした。海と日本。